大地無料こそ。はい、今日はですね、プレジャーの2023のスターズのライブに広島にやってきました。実は YouTube の方では言ってませんでしたけども、広島のね、機大開放席が直前で取れましたんでね、急遽ね、スケジュールを組み直してすることになりました。よかったなぁと、ライブが始まったわけなんですけども、心がね、なんかもう踊ってしまって、うずうずしてたんですけども、前半戦ね、やっぱり泣きたいなと思っていたのもあったんでね、ちょっと楽しみにしてます。まあ7時ぐらいですか。今日のスケジュールというのは、宮島の方に行きまして、まあいつものように会場付近の観光という形でさせてもらって、その後にライブ会場に行ってグッズを買いに行きます。で、ガチャを押して CD のね、くじを引いてって感じの、まあいつものライブのルーティンをしたいと思ってますけども、昼か夜かちょっとわかんないけども、広島焼きを食べたいなと思ってます。観光も含めたセットで、ライブを楽しみたいと思っております。ご案内させていただきました。B'z 35周年の応援の横断幕、こちらもね、持ってきましたんで、タイミングが合えばね、皆さんに書いてもらいたいなと思ってます。まあ、できたらね、広島の方、もう結構大阪とね、よく行き来してもらったりとか、お世話になってますんで、広島の方中心にはしたいなと思ってますけども、YouTube の比較としてなんで、YouTube の登録もしてもらいましょう。YouTube の登録者人数を2000人にするぞ、えいという感じで一緒に応援の横断幕を書いてもらいたいと思ってます。あとはもう流れ次第でシナリオはありません。とりあえずね、そちらの方向かっていきたいと思います。一応ね、さっき JR の方でここまで30分ぐらいで来たんですけども、行ってみましょうか。船で宮島までね10分ぐらいかな。便も結構あるんで、もうすぐ乗れる感じなんですけどね。いやー、いいですね、海が見えてきました。塩の香りがいいな。乗り込んでいきましょうかね。月曜からの広島の天気は全部ね、雨っぽかったので、今日はなんか曇りで、なんとか天気持ってほしいなとは思うんですよね。10分ぐらい出てますけど、確かにもう見えてますね、鳥居が。潮の満ち引きでね、鳥居のところ行けたり行けなかったりするんですけども、引いてる時間帯やと思うんですけどね、町があちらなんで、あちらからね、鳥居の方に回っていく感じになると思うんですよね。到着です。宮島の方着きました。今からね、大阪の高尾さんらが来るみたいなんですよね。ちょっと私フライングして来ちゃったんですけども、どうやら昨日ね、だいぶ遠い夜中にどんちゃんしてたから、打ち上げかなんかで、だからちょっともう今日来られへんかなと思ったんですけども、朝今着きましたってことやったんで、高尾さんらが来るの待って、で一緒にね、ちょっと観光をしたいと思います。観光案内模型や、すごい宮島の模型になってます。五重塔もあるんだ。ここは厳島神社でしょ、見えたのね、大通り、あ、ここだ、大通りね。よくしょ、鹿音普通に鹿が歩いてます。なんかカサカサと音すると思ったら絵になるな。こういうのをカーキンしてファンレター送ったら喜んでもらえそう。あ、来た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 。おはようございます。おはようございます。お前来ると思えなかった。なんで待って起きたよ。起きた、すごいな。行きますか。行きましょう。人増えてきたね。さっきもっと少なかったけど、めっちゃ暑くて。あ、そうなんや。で、着いた途端にソフトクリーム食べた。今日の涼しくない？めっちゃ今日マシ。涼しいよね。まだ過ごしやすい。ちょっと寒かったぐらい。朝寒かった。朝明日からの天気全部雨。え、マジで月火水木金土日全部雨。雨じゃないって全然。でもね、危ないのが来週の土日が愛媛やから、そこの三線が今ヒヤヒヤしてる。そっか、うん、二人とも雨女や。違うわ、違うよ。来週行く時が雨やからってこの3人揃ってあかんねん。雨か、すっごい風か、風か、ごたしのような表現者、怖い、怖い。それプラスビーズライブという。ほんまやん、危なかったな。でもそれで雨じゃないと来てきて。ほんまやん。いや、曇ってるから油断はできんけど。時間とろふわいました。今食べてるわ。おとなしいやん、時間かな。うん、お前、あくま歩いていけんじゃん。この流れが早いね。ちょっとした時間で。また見つけてる。ねえ、見つけてくる。今引いてるかな。砂浜歩きますか。北海道。リタで。リタで。どうぞ。ほら降りていった。はい、ここで一曲。広島やから。わあ。もう行っちゃいました。通りのところ今引いてるからね。ちょっと歩けるか歩けないかぐらいの時間帯。いいとこです。
若干ねちょっとまだ水がかかってますけども、普段違うかな。こっちの方はねもうだいぶ引いちゃって、引いてるんだ。今ずっと時間帯によるんですけど、ずっと今引いてて、下でね撮ってる方がいっぱいいるんですけども、多分ねもうちょっと引いたら鳥居の下もね歩ける感じもあるんでしょうね。数分前までは使ってたっぽいんでね、この辺も全部今8時過ぎぐらいかな。ビーズ班の方来てるなと思ったんです。そうそう。めっちゃ気をかいなもんね。あ、もう気をかいな。今日参戦で。今日は？今日はもう帰る。あ、帰る。で観光。観光。どちらここで？神戸。あ、関西。もともと大阪しか来てとか取れてなかった。あ、そうなんや。取れた。取れた。一緒な感じだな。直線的な。そうそうそう。もういいと思って。よかったよ。もうすっごいやばい。もうやばい。やばい。すごい。お、違うオーラ出てるね。弾け飛んだ。すごい。めっちゃ声出す。声出す。鳥肌立ってきた。めっちゃ弱い。あかんの、こういうの弱いね。ナンバさんはこれ絶好調。絶好調だ。みんなすごい。席がちょうど今よくやった。うわ、やっぱまた雑誌だよ。何日目？21日と最終日。あ、またお会いするかも。私は最終日とその前の日、イナバースで。近いんですよ、このツアー。あ、知ってます？知ってるって。あ、うまいで。やば。見てはいたことないけど。来てください。私が言うのもあれだけど、来てください。結構行ってるから。え、なんかしました？何する？え、なんか、あ、そう。え、今日だけ天気いいから、そう、冷やすの。あ、日曜日ね。いいかも。あ、綺麗な。朱色とは、バーミリオン。会社の名前がね、松本さん立ち上げたのはビーズの方で、バーミリオンって会社で、で、バーミリオンカードって。松本さんが名前です。朱色ってこと。そうそう。川端さんはシアン。シアンカラーです。あれはたまたまやけど、でもシアンカラーで本作ってるでしょ、青っぽい感じ。まああれはちょっと欠けてるけど、満潮ね。ここで満潮の方がちょっと嬉しいかな。あ、そう。五重の塔もある。降りますか。鳥居に向かって行ってます。ちょっとまだかかってるかな、鳥居のところ。あの真下までは行かれへんっぽいけど、ここを歩けるのもね、これはこれで結構レアなんじゃないでしょうか。何してんねん。ハマってはるで。鳥居です。鳥居の前です。ここがちょっと水溜りやからそこまで行かれへんけども、もうちょっと引くんかな。今この8時過ぎの段階ではこの辺かな。いい感じ。鳥居一番近くかな、この辺がね、うん、近くでーす。めっちゃ迫ってきてる、ほんまにすごいな。あっという間に。早い早い。駅にはどこにも出してないですね、ここだけじゃない。いろんな種類あるんですね。そうですね、ここは4種類入ってます。抹茶とチョコクリームあんこね。うん、できます。美味しい。ここは揚げもみじ変わってんだ。え、何やってんの、何やってんの。え、どれでも好きなの買えるね。あ、そうなんや、そんなんもあんや。何でも詰めてくれる。そんな場所に作ってるの美味しい。あの、生体の先生たまに来るやろ、来日若い人。ありがとうございます。コシアン揚げもみじ、コシアン。それはつぶあん。それはクリーム。クリーム。レモンとかいろいろ。あ、なんか美味しい。コロッケ風でなんかあんこで炒める。晴れてきたぞ、これは。うまいや。熱くなるぞ。あれ、あれ、かぶって。なんでやねん。あんこで。なんでやねん。もうザフワじゃん。出す出す。店長さん、ここええね、宮島やって。はい、ええ、宮島。はい。猫ちゃんの家って。ここをでも座って飲み出したら帰られん。うん、戻られん。ライブに間に合う。わかりません。自分の勘です。
三本も取れるみたいな。取ってんすか。ネタバレしてる。おっとおっとおっと。ネタバレしてる。まだやで、深夜でネタバレ起こし。皆さん、ご一行さん。秋に、あ、全員賛成、本当に、俺もやった。あ、そうなんや。しました。あら、ケムさんも。してない。あ、はい、もうここ観光者終わりみたいな。あ、そうなんや。してるとは聞いてて、サッカーうろうろしてて、6時に着いて、7時にこの船に。もうあれやで、見つけるで。パブまで行った。行けてるやん。やっぱもう遅い。じゃあなんかもうちょっともうゆっくりしたかってさ。遅れた？うん。ここまで行かない。今日は。どこまでは行ってなかった。何時？何時ぐらい？8時11分干潮とか言って。警察は帰った？昨日買った。めっちゃ並んだよ。開園中やからめっちゃ空いてる。売り切れてなかったってこと？全然売り切れ。全然売り切れじゃん。おせちは2時間で完売。誰でも買える。あ、買えるんや。みんなもどんちゃんすごかったんですよ。まあいいなば。こむちゃんとこ楽しかったよね。行ってますやん。みんな行ってますわ。こむちゃん流れでもうみんな盛り上がってるから、セトリを見てしまって。え、見たんや。いや、もうええわ思って。アリーナ行かへん。アナゴチクワです。こんな感じ。美味しそう。ほんまいい匂いね。ね、その場で作ってくれてたんですけど。焼きたて。いただきます。美味しいですね。じゃあ二人ちょっと飲まないね。私だけ生一丁。喜んで。いただきます。はい。あの後で合流しましょうか。どこの先行きますか。以上に。はい。ありがとう。後で。はいはい。さあ、そしたらね、二人はちょっとまた見るとこあるみたいなんで、宮島を後にして、今から会場に向かいたいと思います。結構こうやってね、ブラッと歩いてるだけでも、T シャツでね、ビーズファンの方いる感じですね。大阪のね、いつものね、あのビーズファンの人も会えたんで、いい写真も撮れたんで、いい思い出になりました。楽しかった。さあ、今から船に乗って、行きますよ、会場に。ロッコン！今から入る人めっちゃ多いですね。私はもう脱出です。君を故郷に送る船がもうく頃。はい、そしたらあの宮島の方から新白島である着いたんですけども、電車遅れてて20分くらい遅れてね着いたんで、もうグッズがまだ始まってないから、それでもでもだいぶ並んでると思いますが、自分の顔もまだ決めていないんですけども、ちょっと行ってからギリギリまで考えたいと思います。というか、横に大阪豊中の美容師のカズモリさんです。ロックオン、ロックオン来た。ベイベー、広島ベイベーやん。真っ赤になってんね、もうね。あれ当たったんでしょ、 T シャツ。イエス。例のプレゼント X の T シャツを当たった。出しましょうか。嘘、出してくれんの。出ました、ここで。ありがとうございます。今日着るやつ、何人かね、知ってる人当たってるんですよ。意外と当たってて、うん。5人ぐらい僕知ってる人。パインが2人おったの。パインは当たると、もう切れないからね、やっぱテンションやばいことあったもんね。いや、切るなら今日しかない。しかも、プレミアム。何があった？来てるやん、来てるやん。さっき今、宮島でもね、昨日行った人とかも、ペットで切ってないけど、熱量が違うから、行った感じが。すっごい良かったって。それで鳥肌立ってもて。行く前から鳥肌。行く前から聞いただけでも、あ、見えてきた。これは広島城じゃないでしょうか。また白シールであるか。愛媛大阪城に次ぐ広島城。この辺りだと思うんですけどね、会場が。この横にね、また巨大なスタジアム風なものが建設されていると。多分会場に着いたと思うんですけども、この辺かな。これはコンボか。ちょっとわからんけど、探してみましょうか。とりあえずグッズね、売り場に行きたいと思いますけども、ちょっと初めての会場なんで、場所迷ってますけど、和森さんどっか行っちゃった。これは CD?ガーちゃんの音してる。ガーちゃんの音。ちょっとやばいもん、見てみた。やばない。大人。やばい、状況に。あ、ここは最後尾っぽい。最後尾、ここが。やばい。やばい、やばい。ちょっと影はあるというものの、めっちゃ俺は熱いですよ。ここは最後尾。とりあえず最後尾着きました。ここがあるかわかんない。ちょっと12時前になっちゃったんですけどね。もうグッズ販売してるようです。グッズ並んで1時間半ぐらいですかね。もうちょっとって感じでしょうか。もちろん道並んでるし、すごい列。もうちょっとかな。何点か売り切れは出てると思うんですけど、メモリアルプレートとスターズ T シャツ XL が売り切れで、他はまだあると思うんですけどね。あ、この CD もやらなかな。今の1時半現在の状況です。ほら、結構あるな。
グッズのチラシ。手遣いなのでこっちの会場の方に来たら音楽になってますね。フリーラウンジという感じで、これがニューラブに似たキラキラの部分を見てる感じ。まるで大きいからね。お出口のお進みください。サーカーさんめちゃくちゃ大きいですね。フラーフィーって感じじゃないですか。 T シャツは結構しっかりした生地のような気がしますね。サーカーも T シャツいきます。まあ、屋根がないからね、暑いですとにかくね。今回は T シャツ、白のロックンロール T シャツ買いたいと思います。なんか白がいい感じがします。あとタオル、タオルはマフラータオル回せるんでね、マフラータオルにしてぐらいかな。あとまあパンフレット、パンフレットをね買っておけばお店の方に置きますんで、パンフレットとチャリティーピンバッジって感じかな。そのぐらいにしようと思ってます。 T シャツはな、黒はな、申し訳ありません。綺麗なドローンのスタート T シャツ。いただきます。お伺いします。ループタオル、ロックンロールの T シャツ、ホワイト、ピンバッジ、はい、こちらですね、はい、あとパンフレット、パンフレットですね。これもまだいけますか。はい、これに M、 M サイズ、あ、買っちゃった。手がいないですか。はい、お願いします。だから以上で、はい、はい、1,2,3,4,5。そしたらグッズ買いましたんで、ガチャの方をねしたいと思います。ここは行っちゃいましょうか。行っちゃいます。限定チャームと限定リップバンがありますけども、また色が違うみたいなんでね、何色が出るか楽しみなんですけども、この限定を狙うのと、なんかアクリルプレートも歴代のロゴマークになってますんで、これもね何が出るかなと、個人的にはね、蝶々のやつが欲しいなと思ってるんですね。狙いながら小銭で結構ね見させてもらって感じだったんで、これも欲しいなと。誤解じゃ足らないんで一応やります。4つあります。5回分です。東京が全然把握できてないんですよ。出てるわ、出てるわ。じゃあ行きます。2番目です。これはアクリル、アクリル。なんかミスマンだ、出た。限定チャーム欲しいな、チャーム。これはグローリーデイズ、4回目いきます。これはなんかファイバーさんかな。ラストいきます。これもあれやな、アクリルやな。あ、これじゃない、今CD の CD 販売特典ね。とりあえずね、 CD のバランスゲーム付きの方を予約しました。5,000円超えたんで抽選券もまたあります。ライブごとに1回しかもうしませんので、もう勝負した1回当てるもんや。そういう中1回も当たってないけど、1回も当たってもいいと思うんですけどね。ちょっとねさっきから10分ぐらいね待ってるんですけど、誰も当たってないんでね、そろそろちゃうかなと思って、2、30分前待ってたんですけど、10分前ぐらいから全くなってないんで、ぼちぼちかなと思ってます。当たってもた、ここに出てしまった。当たったやつはね、 B の方が圧倒的に B が見てるのが、多分 B、 左ちょっと暗すぎるんで、1つやったら B にしようかな。20人に1人ぐらいしようかな。もっと当たってないか、どっちどっち。当てにくいわ。はい、どうぞ。いいですか。よいしょ、これで、はい、ポスターです。B で、はい、はい。目の前無理やで。そんな感じだったな、惜しかったな。まあ、ポスターゲットです。とりあえずグッズ買ってガチャして、ポスターの予約して、口引いてあかんかったけど、ポスターやけど、一通り終わりました。めっちゃ疲れて、ここで2時半です。もう2時半、12時からいろいろあって2時半、2時間半ほどなんかの炎天下ずっといたんで、なんか、まあ、めまいします。スターズカフェですね。 A のでもこれも並ぶの、すぐ終わるんだ。水買いたいんですよ。めっちゃ並ぶんかな、並ってるけど、ね、写真撮ってありますけどね。広島の方です。違います。どこですか。愛媛。愛媛、去年行ったんですけどね、今年はちょっとギリギリで当たって広島になったんですよ。
そうです、よく、はい、だから夜をします。やっと夜終わったんで暑いですね、今日。暑い、はい、頑張りましょう。昨日も並んでたんですよ。あ、そうなんですか。今日は今何も言ってます。ほんますか。倒れそうなんですけど、暑くて。あ、じゃあ、なってみてください。はい、はい、気持ちいい。燃えるわ。そしてね、今回のターズカフェね、今回ターズカフェってのがあるんで行ってみたいと思います。ちょっとお店も見たいんですけど、凍ってないけども、そのお店になってます。こんにちは。なんか見たら見たことあると思った。見たことあると。なんか目あって一瞬うわってなったけど、マスクしてるからちょっとさっきねドキドキして声かけるんです。もしかしてってのがあって。はい、そうです。よかった。だいぶ遠回りに食べました。めっちゃ楽しかったね、あの飲みね。はい、こちらこそ。ミネラルウォーターもらえますか。ミネラルウォーターが、コースターもらえないです。コースター、コースター、コースター、はい、いいですね。いいですか。はい、まずい。とりあえずミネラルウォーターです。凍ってないけども、冷え冷え。あ、生き返る。もう首とか助かるわ。あ、これ助かるわ。めっちゃ気持ちいい。こんなん誰も触らない。喉が入ってるから語りたいと思います。顔拭いたけどごめん。お水もらいます。めっちゃ暑い。もんば2時間半ぐらいね。スターズ一丁喜んで。熊本県のね、阿蘇村のやつですね。こだわりのお水です。広島でこんな美味しいお水を飲めなんで、次はツアートラや。ツアートラちょっと見に行きましょうか。今ここなんでガチャと CD グッズ行きました。で次はツアートラ行きたいと思います。ここをぐるっと回ってツアートラし、ここ行きたいと思います。はい、福岡、福岡ベイビー久しぶりです。撮りましょうか。昨日も参戦しましたっけ。いや、昨日来てない。佐賀でも2日行きました。あ、佐賀。あ、そうか、もう地元のね、おかげさまで九州ということで、初グリアリ、初広島なんで今迷子になりながら。あ、初広島です。そうなんですよ。まだ九州はごめんなさい、まだ行けてないんで、順番に行けたらなと思ってますけど、九州ののりちゃん久しぶりですね。あ、撮ってんですか。撮ってる。さあ、そしたら着替えてきました。今日はね、ロックンロールの城の方で行きます、マフラータオルも買いました。スターズでね、もう仕様がライブ仕様になってます。みんな結構黒多いな。ちょっと休憩中ですけども、あの、見つかっちゃいまして、見つかっちゃいまして。で、今あの階段のこんなとこですけども、書いてもらってます。まあ人いないから書きやすいと思いますけど、うん、このフラッグ今からツアートラの方に持って行ってね、写真撮ろうかなと思ってます。まあ今で3時ぐらいなんで、3時から4時ぐらいにかけてツアートラ前に行こうかなと。まあ、消臭しなあかんな、ちょっとなんか書かないかんので、3時4時ぐらいで写真とか撮れたらなと。で、横断幕書いてもらおうかなと思います。案外時間ないんですよね。もうほんま並ぶ時間だけで1時間半。え、違う、もって2時間半や、全部合わせてなんですよ。もう疲れちゃった。今からやのにライブ前にくたくたになるってね。いや、もうちょっと今から火を入れていきますね。あ、見えてきた、見えてきました、見えてきました、見えてきた。ツアートラです。結構人いますね。わ、初スターです。燃えてます。そしてもう一台行きましょう。来た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 、いましたよ、これ佐賀でもね。これが目の前に出ました、出ました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 。近年まれに見るレベル。2人がね、映ってるっていうのがあんまりないからね、最近珍しい。何したらいい。何でもいいぞ。なんかテンション上がってますね。肩振り回してください。これはレッドやから、はい、登場につけたんじゃないですけど。広島ではレッド、ありがとうございます。 広島福山のバーレッド松井さん、あ、ライブ配信、ライブ配信、動画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 なの。なあ、動画なの。ほんまや。選手が行きます。21日の選手が行きます。燃え上がりました。盛り上がりましょう。そしたらこのメッセージをね、はい、書いてもらってるんですけども、はい、YouTube ライチチームの企画で、はい、メッセージを書いて、はい、最後に書き終わったら、はい、ビーズのお二人に、
メッセージを、そこでいいんでお願いします。まず始まって、はい、ツイッターでガイっていう名前でやってて、はい、あとはインスタ動画大丈夫？お、大丈夫大丈夫、全然 YouTube 動画で企画なんで。あ、 YouTube 動画ですか、はい、ライチ、あ、そう、ライチ、あ、行きたかったとこっすよ、これ大阪で。僕ちょっとたまたまさん、じゃあたまたまさんもぜひね、あの35周年の熱いメッセージを書いてください。わ、はい、かりました。ちなみに僕の YouTube チャンネルが登録してくれてます。あ、ちょっとじゃあ見てみましょう。登録ちょっとしておきましょう。はい、ライチジムです。カフェライチの、で、YouTube チャンネルはライチジムです。ライチしてます。あ、ほんまですか、優しい。広島のね、繋がってる方多いんで、大阪、広島のね、ですか。あ、そうです。キズバンカメ、はい、届けました。 OK、 やった、届けしました。はい、そしたらメッセージを書いてください。わかりました。リーチ35周年おめでとうございます。これからも走り抜けてください。ウェーイ。あれは僕のね、YouTube のチャンネルの企画として、リーチ35周年を応援の横断幕を作ってメッセージを書いてほしい。書いた後に2人に対してメッセージを一言お願いしていただけます。はい、オッケー、オッケーですか。はい、はい、一言、リーチ35周年おめでとうございます。これからもロック7橋続けてください。ありがとうございます。よし、じゃあ一緒に楽しみましょう。どちらですか、はい、じゃあ S ですか。S、はい、じゃあ一緒に楽しみましょう。35周年おめでとうございます。ビーズ大好きです。これからも応援し続けます。座ったらこっちやで、そこで頑張っても、こっちやでな。頑張るこっちやで。マジ忘れてもらほら、出た、出たで、スパースでしたやんか、レンタルルーム、レンタルルームで、俺は強くなるねんって、このメガネ買い取ったんですよ。それを貸してくれた人やん。YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。あ、やつで、これ YouTube 企画なんで、35周年のメッセージ書いてもらいました。で、一言をお願いしたいんです。35周年おめでとう。それは企画見たかった。稲葉さん、ダッグYouTube のライチジムが出てくる。それを完了しました。そしたら企画の一環としてメッセージを書いていただきまして、はい、ビーズのお二人に対して、まあ、今日あったら二人にメッセージを送ってほしいんです。はい、もしくはあの写真だけでも、はい、はい、35周年おめでとうございます。ずっと一生ビーズについていきます。大丈夫ですか。すごくいっぱい、海外にちゃう、ドラマ多い。すごい、はい、はい、すご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 い、あっちやったの？見たよこれ。誰かが持ってってくれて、知らんメンバー。あ、そう、知らんメンバー。知らんメンバーじゃん。間違えて入っちゃった。でもなんか言われたから言ったと思って。いいかな。まあ、ありがとうございます、広島。どうぞ。お前、なんか当たってんの見たの？そう、見た見た。だからさっき写真とかもあった。あ、そうなんだ。すごい。YouTube でライチジムってやってる。リーズファンのライチジム、この企画の一環で大阪の人に今みんなメッセージされてるんで、チャンネル登録お願いします。あ、はい、はい、広島ですか。いや、岡山。岡山、西村さん、あ、で、ファミリーファミリーでライチジム、カタカナで、カタカナでライチ、これです。これこれ、これ飛ばしてもらったら、はい、ありがとうございます。お疲れ。今日は泣かないからね、イエーイ。絶対泣かなく。泣かないから、イエーイ。今日は何戦目？今日は2戦目、佐賀。佐賀？佐賀初日、今日2戦目。初日は泣きましたか？佐賀？うん、泣いたー。泣いたんじゃない？初日だから仕方ない。今日はなんだかんだで2回目じゃないですか。だから今日は泣かない、泣かない。イエーイ。2回目。イエーイ。よく泣くしてるからな。泣かへん方がレアや。怖ない、怖ない。怖っ。はい、レッドのマスター、広島と岩レッドさんです。
今日は広島です。みんな楽しみましょう。広島初めてようこそ。酔ってるの？酔ってないよ。疲れとる。ほんまあるかも。そしたらね、写真も撮りましたんでね、今からライブ会場に行きたいと思います。盛り上がるぞ。We are Taz。 終わりました。はい、終わりました。まだ金になってるわ。今出てきました。もうね、ちょっと言葉にならないんで、今からね、打ち上げに行きます。打ち上げてから帰ります。心打たれました。とにかく楽しかった。今から行かれる方、楽しみにしてください。これも瀬戸に見に行く方がいいと思う。ちょっともう今からネタバレ会しようかな。そんな感じです。今日帰れないかんので、今日はこんな感じします。またこれが今からね、行かれる方、楽しみにしててください。じゃあせーの、お疲れ。また会いましょう。バイバイ。